誠にありがとうございます。ただいまより SPPT テイパーズハウス第21回公演ネム覇行作山下裕二演出風の行方を上演させていただきます。近頃は結界な世の中になりまして、あれやこれやピーピーリンリングーグーガーガーブルブルブルといろんな音が鳴りますれば何かと落ち着かないものでございます。せめてこのひとときを雑踏から離れ楽しんでいただきたいと存じ上げますれば、何とぞご協力いただきますようお願い申し上げます。さてさて、時は今から遡ること150年ほど前、江戸時代末期、安政の大国などと言われた時代、まだ武士と呼ばれる人種が幅を利かせておった時代のお話でございます。そんな時代に、物語は日本の南の果て、今は鹿児島、その昔薩摩と呼ばれた国、有村家の庭から始まります。それでは最後の最後までお楽しみくださいますよう、隅から隅までずるずりと御願いあげたてまつります。確かに、さよちゃんの方がよっぽど武士に向いちょる。
じゃっと、こげん大変世にないも武士もいらんでしょう。そういうにおいは昔からおまんさんは優しか子ですから。でもそん優しさがおまんさんの良さであり、私に心配でもあります。母上、心配ご無用。おいは今殺までのんびり暮らせもしたら何も不満もございません。なんと欲の中。欲がなければ人を羨む子も恨む子も人に恨まる子もなかでしょ。そうだとよかとですけど。母上、おいはこのんびりした今の暮らしがすっちゃ。そうですか。さあよ、行儀が悪かですよ。おい、さよちゃん。はい。海が黄金でいっぱいじゃっと。黄金って、愛は。海は金持ちじゃっとね。はい。ああ、気持ちよかい。本風よ。風。風は自由でよか。本風は一体どこまで行ったのかいね。そいはやんとこまでです。じゃあどこでやんとよ。風がやんとこ見たことがあるとか。そいは風が通り過ぎた後じゃっとか。わいが見たとは、いや感じたとは。なにごておいは武士なんじゃろうな。嫌いっちゅうわけじゃないんじゃが、もう戦国に世でもなかし。もういらんとじゃなかが、刀振り回す武士は。もっと自由に生きたが。兄上は話が飛びすぎます。ザヤにはついていけまはん。そうか、飛びすぎか。飛んだからこの空を風に乗せ。もう飛んだからあん取れんように。人も空を飛べるようにならんかね。人は歩く生き物です。空は鳥とお天道さんのもんです。あたかこつ言うな。人が空飛んでよかとは。あ、危ない。兄上、すまん。深く息をしとったら何やら体が軽なせ飛びそうな気がした。兄上、人は地に足をつけて歩くもんでございます。地に足をね。手伝いもん。お、鉄之助、どうやった。おう、こんにちは。おいは、西郷。どげんがされたのですか、鉄之助様。そげなお顔をなさって。ひとしごぶ決めき、もしかしたらおいは。先生、鉄之助がこわもて生まれつきじゃと。鬼瓦よ、鬼瓦。兄上、西郷はそげんことを申しているわけでは。ただ鉄之助は。ああ、よか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 。土産はあとか。そんことはよか。次代もおいは江戸へ行こう。江戸、将軍様いらっしゃる。何お江戸でございますか。おう、何事で黙っとるとか、何とか言え、何かあっとか、びっくりすっとか、こむっとか。止めてほしかとか。いや、びっくりした。どうさよちゃん。海の方を向いた方がさまんなと。おお、ジェスター、おいはこん日本気にこん身を閉じて。わいはサルムナッチ、こうだ。キキキキ。そんちゃん、うまくない。ジェス、こん身を閉じて、こん身を、こん身を、こん身を。忘れた。わいは真面目に聞かれた。せっかく心を決めたとこやっとに。忘れるくらいの決心をとどうしてことではございません。ブスタルモの血穴をキュッと締め。血穴？血穴は血穴でございます。ここんところをキーて。バカどこ見当たった？サヨモン！おいの決心はただが決心やぞ。この日本危機に何か役に立てんだぞ。キキキキとうるさがされやっとね。キキー！
は知らんのか。何よ。本に知らんのか、今日本危機を。黒船んこでございますか。黒船さよどもさすがじゃったね。よかですね、もう黒船じゃ。見たこもなかようなふらっとか船がほもはらんじ海上を走らし、おお、はらんでか。おお、蒸気っていうやつで走らして。蒸気湯気っこか。おう、湯気よ。ほんのこつか。おいで。蒸気か。あ、しょっち聞いたことが。おう、その蒸気とやらね、おう、空は飛べんから、すごいんじゃろ。そら、はい、な、言うちょっとか。ボケちょっとです。さっきからすげえ子ばっかり言って。ボケちょら。ボケちゃう。嫌でしょ。ねえ。おい、およか。ところで、内部で黒船せいでええでかとならんとか。なん、聞いちょったのか。よかか。今、異国船が開国を求めておった。有効じゃないか。なるほどよ。メリケン人ですか。メリケンは黒船に大筒を積んできた軍艦じゃ。水戸なりやっこは完全に取った瞬間打ち払うべきとおっしゃっちょ。まあ、こっちのところらしく。それに比べ今老人氏は腰抜けばっかりでメリケン人機嫌取りばっかりやっとるらしか。その上おなごまで当てごしょって話やっと。おなご？メリケン人にですか。なんてこと。メリケン人もおなごが好きか。日本のために戦うぞ。日本おなごを守るんじゃ。ご立派。なんち、わいはおなごを守るため江戸へ行っとか。そうじゃ、なんか問題しまっか。はい、鉄之助、見ごきやと見直したわ。それか。単純明快、本にわいの仕事。じゃあと、黒船にはかなわんの。何、わいが見たくも長くすぎる。ああ、聞け。先月おいは、しぶしへ行ったとき、黒か潮吹くクジラを見た。もぐいも千人、波をかき分け風に逆らって住んじょった。クジラ？ほんのこか？あ、きっとあれが黒船じゃろ。あいには勝てんの。じゃっとな。じゃっと。やり方はここをつくとよ。ビンタオだ。そうよ、ビンタオつくとよ。おお、あとだ。もうそいつじゃなんかもうよくから座れ。今すぐにでもお役を辞して彦根にお戻りくだされます。